はい、皆さんこんにちは。今回何か勉強させていただきたいかというと、番組ご視聴いただいている方からぜひともバイデン大統領の施政方針演説に関して英語で出されているということで、これをぜひともね、英会話講座、英語講座としてねやっていただきたいということで、今回やらさせていただきたいと思います。前回英語講座でやらさせていただいたのは、空手の全米代表国前さくら選手が白人の男、カリフォルニア州の公園で暴言を吐かれた件、これに対して国内さくら選手が述べたこと、 SNS で述べたことを、白板に書かさせていただいてね、言及させていただきました。今回はこのバイデン大統領の施政方針演説を、こちらでね、まとめてね、主なものをまとめて、解説英語講座としてやらさせていただきます。ちょっとだけで、ね、多分国内選手と比べたら少し英語力、英語のその難易度が上がるかな。これは、まあ、いわゆる、英語で言うと、アッパーミドルね。中の上以上の方、アドバンスト、アッパークラスの方向けなんだけど、ぜひともね、皆さんも、中級の方、もしくはこれから英語を真剣に学ぼうとしている方も、ぜひ聞いていただければと思います。ここのところね、じゃあまず最初の文章ということで、要点ということでね、これです。Now, after just 100 days, I can report the nation, America is on the move again, turning peril into possibility, crisis into opportunity.Set back into strengths ということで、この文章、まず最初の文章ということで、Now, after just 100 days ということで、今ね、ちょうど100日が経過した。これ何に対して経過したかというと、大統領に就任してから100日。で、そこでまあ、I can report the nation ということで、私は国、国民に対して、報告することができると。これ何に対してかというと、America is on the move again ということでね、America is on the move again ということで、アメリカは再びね、動いてる。これ前進するって言ったらいいかな。まあ、ムーブとかね。ムーブって本当簡単だよね。大発のムーブってありますけど、すごく簡単な単語です。この場合は、まあ、前進すると言ったらいいかな。こういった政治的な、まあ、発言ですから、まあ、移動するというよりも前進するというふうに言ったり。だから英語って結構いろんな意味があるから、ちょっと難しい時あるんだよね。いろんな意味でも捉えられるんだけど、まあ、その場によってまたチックと、あれが変わってくるのかなって感じがするんだけど、アメリカ is on the move again ということで、アメリカは再びね、前進すると言っています。で、その後ですね、turning peril into possibility, crisis into opportunity, setback into strength ということで、turn into 何々、これ熟語ですね、英語で idiom, turn into 何々、turn、これも簡単な英語から、これは簡単だね、turn A into B ということで、A を B に変える。だからこの場合って turn, turning ね、まあ、進行になってます。turn peril into possibility ということで、A が peril、possibility が B ということで、A を B に変えるということで、turn peril。peril ってのは少し難しいかな。peril って危険とか危難とか災難なんだけど、まあ、危難、災難を、可能性に変えると。possibility ということで、可能性に変える。で、crisis。crisis っていうのもね、少しだけ難しいけど、でも結構聞いたことある人がいるから、Lehman crisis とかね。今、まあ、リーマンクライシスね、ありますよね。リーマンショックの時も、まあ、いわゆるリーマンショックとも言ってるか、リーマンショック、リーマンクライシス、あ、両方いるかなって感じがします。クライシス into opportunity ということで、 opportunity のここのところに、主のところにアクセントありますね。だからこの危機を、opportunity、 これ機会ですから、機会に、そして、set back into strength ということで、set back、 このセットバックっていうのは、ね、set back ね、セルフワークっていうのはちょっと難しいかな。失敗、挫折を、強さ、ストレンクス。ストレンクスは簡単だよね。割と簡単な基礎英語ですよね。強さ、力、ね。フィジカルストレンクスって体力っていうのは力っていう。この場合は強さかな。だから失敗、挫折を、強さに、力、まあ、力でもいいのかな。変えていく、と言ってますね。そしてその次。We are in a competition with China and other countries to win the 21st century ということで、We are in a competition with China and other countries to win the 21st century ということで、私たちは今、まあ、競争してるとね、競合してると。これ何に対してかというと、この with の後です。with って何々等とですから、China and other countries とということですね。中国と他の国々と、競争してると。これ何に対してto win the 21st century ということで、20世紀を勝つために、中国や他の国々と戦っている、競争しているということですね。特にここの中国に対して言っていると思いますね。で、We are in a competition with China and other countries to win the 21st century ということで、
で、ここの後 I also told Prince C that we will maintain a strong military presence in the Pacific just as we do with NATO and Europe, not to start conflict but to prevent conflict ということで I also told President C ということで私は何に対して言うと President C これ C っていうのはねあの C キープ習近平大統領のことを英語で C って言いますかね C じゃないねよく言うのは日本人で言うのはシークレットっていうの。シークレット。シークレットです。シークレット。まあこれも C でね。I also told President C that 何、だからプレゼント、習近平、主席に言ったと、何を言ったかというと、この that 構文、that 以降ですね。So we will maintain a strong military presence in the Pacific just as we do with NATO and Europe, not to start conflict but to prevent conflict ということで。ここのところですね。We will maintain, 何を維持する。その military というか、強いね。軍隊、これ、presence、駐留ですね。なので、ここのところちょっと後ろから読んでいくとですね。As we do with NATO and Europa ということ。私たちは我々が NATO の北大西洋条約機構とヨーロッパの国々としていると同じように、インド、パシフィックっていうのは太平洋ね。インド太平洋上において、強い military、軍隊を駐留を維持するだろうってことを、習近平、主席に伝えたということですね、これに関しては、まあ、海洋主義ということで覇権主義の名のもとにね、中国は今いろんな国々と摩擦を起こしています。これは日本に対しても尖閣諸島の問題もそうだしね西沙諸島、南沙諸島などでアジアの国々と揉めてますよね、まあ、経済的な問題でヨーロッパ、NATO とかね、まあ、カナダとかオーストラリアいろんなところで揉めてるわけであってそれに対してまあ、このバイデン大統領が言ってるということですね。I also told President Xi that we will maintain a strong military presence in the Pacific just as we do with NATO and Europe, not to start conflict but to prevent conflict ということで。で、これはね、これは何かというと、これは not, これを否定します。not to start conflict。だから、紛争を始めるんではなくて、but、この後ね、紛争を防ぐ。予防するということでね、予防するためだと言ってますね。だから戦争を始めるんじゃなくて、戦争を防ぐために、我々は、このような形で NATO とヨーロッパの国々ともやっていることであって、インド・パシフィック上においても同じように強い軍隊を駐留させると。これは、いわゆる戦争を始めるんじゃなくて、戦争を予防するためだと伝えるんですね。で、次ですね。America won back away from our commitment to human rights and fundamental freedoms. No responsible American president can remain silent when basic human rights are violated. ということで、America won back away from our commitment to human rights and fundamental freedoms. ということで、アメリカは will not want, じゃ will not ね、will not だから、will not は否定形ですよね。未来形否定ですよね。で、will not back away from our commitment ということ to human rights and the fundamental freedoms ということで、この human rights っていうのはよくね、国連なんかでよく human rights っていうふうに使われるんだけど、これは人権ですね。人間の権利、人権。で、fundamental freedoms っていう、fundamental っていうことね、fundamental っていうことで、目のところね、いいのところにこれがアクセントがあるんだけど、基本の基本的な、だから基本的な、まあ、フリーダム、自由ですよね。フリーダム。まあ、民主主義の部でよくフリーダム、フリーダムって感じで言うわけだけど、ファンダメントフリーダムス、フューマーライダーズはファンダメントフリーダムスということで、基本的な自由に対の約束、責任にから、離れる、後ずさりとかね、交代することはないだろう、戻ることはないだろうと言ってますね。で、ここの後ですね。No responsible American president can remain silent when basic human rights are violated. ということで、No responsible American president can remain silent when basic human rights are violated. ということで、Basic human. だから基本的な、ね、人権が、violated って言ったら、まあ、暴力ってことは、侵害、この場合は侵害される受動体、侵害された時に、これをね、見過ごすままでいる。remain、remain するままでいる。見過ごすままでいるってことは、これはね、責任のある、responsible American president って世界で一番のリーダーというふうにね、アメリカは思ってますから、responsible American president ということで、責任のあるアメリカの大統領がすることではないと伝えてますね。はい。
なので、これに対しては特にね、まあ、今このアメリカに対して、まあ、いろんなところでね、まあ、出ていてということで危機とかがあってということでね、これに対して特に今中国に対して名指しして言ってるのかなって感じがします。もう一度この今前半部分終わりましたけど、あの後半部分入ります。その前にまた前半部分まで読まさせていただきます。 Now after just 100 days I can represent the nation America is on the move again turning peril into possibility crisis into opportunitySet back into strengths. We are in competition with China and other countries to win the 21st century. I also told President Xi that we will maintain a strong military presence in the Indo-Pacific just as we do with NATO and Europe, not to start conflict, but to prevent conflict. America won't back away from our commitment to human rights and fundamental freedoms.No response American president can remain silent when basic of human rights are violated.、ね、で、次ですね、画面ちょっと行かさせていただきます。で、次ですね、ここのところですね。イラン、ね、on Iran and North Korea's nuclear programs that present a serious threat to America's security and world security って言ってますね。これはね、イランね、イランって、私たちイランって言いますけど、イランって、まあ、A のところにアクセントがありますが、イラン、North Korea's nuclear programs that present a serious threat to American security and world security ということで、serious ね、死っていう皆さんに言い方したけど、これ前さっき伝えたように、死ね、死、死、secret、死、secret、serious ですね。なので、これ読まさせていただくと、イランと、北朝鮮ね、ノースコリア、サースコリア、まあ北と南、コリアっていうのは朝鮮半島、今、朝鮮にいますよね。で、ノースと北っていう、だから韓国のことは南っていうんだよね。これ他の言語でもそうなんだけど、ノースコリア、サースコリア、which country are you from? ノースはサースって感じでね。Yeah, I'm from South Korea とかね。Not North. No, not North Korea is very dangerous って感じでね。まあ言ったりするんだけど、まあ、こんなところですね。イランと、まあ、北朝鮮がの核開発の計画、これがまあ、ざっと構文ということで、ここのところ、後に入ってますね。現在、present、serious という深刻なね、脅威ということで、なっていると。これは何、どれらに対してなっているかというと、アメリカの安全保障であり、世界の安全保障にとって、特にこの北朝鮮の問題に関しては日本にも入ってますよね。なので、それに対して、深刻な、脅威と現在になっているということですね。このイランと北朝鮮に対しても言っています。Iran and North Korea nuclear programs that present a serious threat to American security and world security. で、その次ですね。We will be working closely with our allies to address the threats posed by both of these countries through diplomacy and stern deterrence ということで。ちょっとだけ難しい単語があります。まず最初ね、We will be working closely with our allies ということで、これは先にこちらを訳させていただくと、私たちは、より親密にね、我々の同盟国ね、まあ、この同盟国っていうのは、まあ、いわゆる共産社会主義とは対峙する陣営ということで、同盟国、民主主義陣営、まあ、いわゆる、日本、そして NATO、いわゆるまあ民主主義国家ね、カナダとかオーストラリアとかね、で、あとは日本も含まれてますね。で、そこのところで、We are working closely with our allies to address the threats ということで、この場合はね、まあ、対処する、処理するとかね、まあ、アドレスっていうのはなんか住所っていう意味あるんだけど、この場合は、まあ、あの動詞ですから、対処するって訳すといいんじゃないかなって感じがします。これは何に対してかというと、posed by both of these countries through diplomacy and strong deterrence ということで、これらの国々とね、間に、まあ、diplomacy っていうのはね、外交ですね。diplomat、外交官。diplomacy が外交。外交と、ここがちょっと難しいよね。stern、厳格な。これ、stern ってこれ単語は結構難しい。多分初めて聞いたって人多いんじゃないかなって感じがしますね。あと、deterrence。deterrence。これなんか、まあ、軍事用語とかで、政治とか軍事用語でよく出される単語ではあるんだけど、deterrence ね。deterrence。ということで、抑止ですね。だから、厳格な抑止、ですね。stern deterrence、厳格な抑止。外交と。だから、ね、抑さ、まあ、全部で訳させていただくと、
我々はね、私たちはね、外交と厳格な抑止を通じて、これらの国々ね、ともに、その脅威、それらの脅威ね、このイランとか、ノースコリア、まあ、もしくは中国などの脅威を対処するためにということで、ね、同盟国と緊密に、やっていくというふうに言ってますね。Now, we are working closely with our allies to address the threats posed by both of these countries through diplomacy and strong deterrence. The issue is, after 20 years of American valor and sacrifice, ということで、after 20 years of American valor and sacrifice, ということで、ここのところね、20年、まあ、アフガニスタンでこれ派兵してる件に関して言ってるんだけど、アメリカの20年の、まあ、いわゆる勇気、バラ、A にアクセントにバラ、これもちょっと難しいかな。なんかバローっていうスーパーがあったりしますけど、チェーンがね。これ勇気ですね。だから20年受けるアメリカの勇気と、サクリファイスということで、A にここアクセントありますね。サクリファイス。犠牲ですね。勇気と犠牲に対してということで、ここのところ、その後ですね。It's time to bring our troops home ということでね。It's time to get up とかね。例えば、まあ、今起きる時だとかね。It's time to start the business、ね。今何々する時だ。It is time to。これもすごく簡単な英語ですよね。It's time to bring our troops ということで。Troop っていうのはね、これ、Army とか Force と一緒で、まあ、軍隊ですね。なので、まあ、Army とか Force って多分皆さん多くの方聞いたことあると思うんだよね。若干この難易度があるかな、Troop っていうのはね。で、Form っていうのが、この場合のね、まあ、Go Form。家に帰る、ね。ただ、これは外国にいる場合というのは、まあ、これは結構国とか祖国を表すことで、特に軍隊が他国に駐留している場合は、It's time to bring our troops home ということで、ね、bring だから戻す時だということでね。これはもちろん国、祖国に、アメリカに戻す時だとね、軍隊をね、言ってます。で、We have to prove democracy still works ということで、ね、私たちは、have to, master はもっと気に、何々しなければならない。絶対何々しなければならないって強い感じ。これは割と緩い感じだけど、何々しなければならないということで、prove って証明するね。動詞ですね。他動詞。We have to prove democracy should work ということで、私たちはこの民主主義ね、対象デモクラシーなんて言いますよね。対象デモクラシー、民主主義、が、民主主義が、still、まあ、今だにこれも本当に初期のようだよね、まあ、機能しているかを証明しなければならないということですね。もう一度ここのところ後半部分を読ませさせていただきます。Iran and North Korea's nuclear programs that present a serious threat to America's security and world security. We will be working closely with allies to address the threats posed by both of these countries through diplomacy and strong deterrence. After 20 years of America, Barra and a sacrifice, it's time to bring our troops home.We have to prove democracy still works ということで、最初もう一回前半部分と後半部分を一気にまた読ませていただきたいと思います。これに関しては結構ね、難易度が高いですね、割とね。今まで多分やらさせていただいた、例えば海外行くときの英語なんていうのは簡単な英語ですけど、ね、基礎英語が多いですけど、ちょっともう一度読ませていただきたい。バイデン大統領の施政演説、施政、方針ですね。Now!After just 100 days, I can report the nation, America is on the move again, turning peril into possibility, crisis into opportunity, set back into strength. We are in competition with China and our countries to win the 21st century. I also told President Xi that we will maintain a strong military presence in the Indo-Pacific just as we do with NATO and Europe. Not to start conflict, but to prevent conflict.America won't back away from our commitment to human rights and fundamental freedoms. No responsible American president can remain silent when basic human rights are violated. On Iran and North Korea nuclear programs that present a serious threat to America's security and world security, we will be working closely with our allies to address the threats posed by both of these countries through diplomacy and strong deterrence. After 20 years of American valor and sacrifice, it's time to bring our troops home.
We will have to prove democracy still works.